モーフィン。バスターズレディーゴー。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、特命戦隊ゴーバスターズバスターギアシリーズ01モーフィンブレスです。はい、ジオンの次の回で登場する仮面ライダークイズがまさかのゴーバスターズのレッドバスターの中の人が変身するということで、いいタイミングですから、まだやってなかったゴーバス関連のおもちゃレビューしましょう。未来ライダー系の変身者は戦隊のキャストの方が演じられるんですね。はい、ぐるっと見回すとこうで、ゴーバスターズ3人のメインの変身アイテムですが、最近のものと違って追加のコレクションアイテムをセットする箇所はありませんから、最初から音声収録数がとにかく半端なくって、単体でめちゃくちゃ遊べるアイテムなんですよね。ではレビューしましょう。はい、中身はこうなってて、モーフィンブレス本体とバイザーパーツ、腕に巻く用のベルトで、サイドのジョイント部分にバイザーをガチャッとセットして、これを折りたたんで収納と。で、さらに裏側にベルトをスッと通せば、はい、あっという間にモーフィンブレスが完成で、これを左手に巻くのが基本ですね。このようにカチャッと巻いて、大人でも全然 OK で、ちゃんとベルト止めもありますね。はい、これが本編でヒロムたちが装着してるモーフィンブレスの完成状態で、バスターズレディーゴーのあのポーズがすごい好き。さすがに劇中1分の1サイズとはいきませんが、大人の僕が装着しても全然ボリューム感ちょうどいい感じ。じゃあ一旦これ外して、モーフィンブレス本体を細かく確認しましょう。はい、全体ぐるっと見回すとこで、正面下側横側にはゴーバスターズのロゴもありますし、電源とスピーカーは裏側ですね。で、ちゃんとベルト部分もモールド入ってて、一切チープな感じはありませんし、ここは軟質ですごく巻きやすいですね。で、ボタンとしては横が変身ボタンで、ここを押すとパタッとバイザーが開きますし、この向きで変身する形ですね。バイザーを目に当てて、モーフィンタイム、レッツモーフィンで、本編でも変身しておりましたが、あとはここのダイヤルがどちら方向にも回るのと、クリックでカチッカチッと音が鳴りますね。で、真ん中が決定ボタン。上と下に青がある状態がデフォルトです。変身ボタンを押すことで自動でパタッとバイザーが開くような形で、内部もちゃんと機械的な造形入ってますね。で、ここが発光。電源オンすると、はい、ここがね、発光してることがわかりますね。じゃあまずは変身から行きましょう。手順としては変身ボタンを押して待機音声が鳴ったらもう一回ボタンを押します。行きます。レッツモーフィン。レッドバスター。はい、これで変身完了で、バスターズレディーゴーですね。なので変身はすごいシンプルで、ボタンを2回押せば OK と。ただより細かいことを言うと、本編だと2クリックか1クリック、こんな感じでずれてて、で、腕に装着した状態からカチッとずらしてボタンを押してましたね。そのやり方でやりましょう。レッツモーフィン。別角度から見るとバイザー立ち状態こうで、もう一回変身しましょう。表から見る変身手順はこんな感じ。バイザー部分にちゃんと黒い塗装が入ってて、この辺も本編通りの色分けですよね。これが基本的な変身遊びですが、ここからがすごくって、バイザーを収納状態でダイヤルをくるくる回すことで様々なモードに切り替えることができて、順番に行きましょう。まずはゴーバスターズの名乗り。Go Busters!
ちなみにこれは変身状態でも、決定ボタンを押すと、Go Busters で同じサウンドが鳴りますね。この状態でダイヤルを回してもモードチェンジはしないような形です。じゃあ次はコールモードを、じゃあコールモードはすごい音声が多いからドライビングモードいこうかな。レッツドライビングゴリラ。これがチーターとラビットの3種類があります。要はバスターマシンとバディロイドの連動サウンドが鳴る形。サウンドは3種類のランダム。次はアナライズ。はい、分析音で必殺。はい、これはおなじみの It's time for Buster。 でさらに回すと、ゲームモードになりますが、これも後回しにして、じゃあさっきやらなかったコールモードいこうか。15音が鳴るんすよ。はい、ゴリサキ。ニックとウサダの3人のそれぞれのセリフが15音ランダムで流れます。これすごいよね。コール音もおなじみ。はい、ニック、おはよう。特別大サービスで起こしたよ。おはよう。さあ起きて起きて。ウサダが来ない。コールモード空から一気に攻撃するよ。ウサダ来た。 100% 了解した。ウサダは知ってる。君が強いってこと。ウサダ割とクールボイスが多め。これで一周したかな。そしてゲームモードに行く前にさらにダイヤルを連続で回しまくるとスペシャルモード。もっと回せ、ターン、ターン。もっと回せ、ターン、ターン。ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうで、限定アイテムっぽいサウンドが入ってるんですけど、これが7種類あるんですよ。いきます。どっちに回しても OK。グッナイ、おやすみ。感謝の心を忘れないでドカーン。爆発してるけど。1から10まで言えるかな。1、2、3。
いや、こういうのいいおもちゃ。じゃあ次はゲームモード行こうかな。指示通りに回せ。Let's start. Left, left. Left, left. Yes. Left, right, right. Left, right, right. Yes. Left, right, right. Left, right, right. Yes. Right, right, right. Left, left. あ、間違えた。素で間違えちゃったよ。何？ Left, right. あ、ちょっと待って。Great! すごい！あともう少し頑張れ！ Come on! Great! あともう少し頑張れ！ Come on! これが正解率によって5つのサウンドに変わるんですよ。今普通に間違えちゃった。こういうやっぱりゲームモードとか入ってるのが、ちょっとレトロ玩具っぽいというかプリキュア玩具っぽいのがすごい好き。きたー、エクセレント、素晴らしい、クールなスーパー戦隊ソウルを感じるぞ。え、これ全部間違えると？残念。Let's try again. もう一度チャレンジだ。こんな感じでございます。いろいろ遊べるよね。はい、ということで、特命戦隊ゴーバスターズ、バスターギアシリーズ 0G、モーフィンブレスを紹介しました。当時、ゴーカイジャーのレンジャーキーのおもちゃ超展開の後だったので、モーフィンブレスめちゃくちゃシンプルだなと思ってましたけど、発売から数年経って改めて遊ぶと、単体ですごくいろんなギミックが入ってる魅力的なアイテムですし、あとは仮面ライダークイズがこの辺のサウンドからどのあたりのネタを引っ張ってくるかなっていうのが楽しみかな。It's quiz time とかそういうことがありそう。以上、特命戦隊ゴーバスターズモーフィンブレスの紹介でした。